僕はもういただきますって言って、ですぐライターも貸してもらって、体が覚えてるのね、うん十年吸ってないのに、この指にね、あのやってみましょうか、あの覚えてんのよ、こうあのこうこうやって木村さんの方を見てね、ありがとうございますってこうやって見事にね、こうやってこう口に入れると同時にパシュッてやって、ってブブブブって言って、あの時のタバコは美味しかった。はい。いやもうそれから僕も吸いながら話を聞いて、なんでこんな話してる、あ、まあね、ね、タバコ、ね、チェーンスモーカーの方が言うような話だから、宇宙人うーって普通は考えなきゃいけないんですよ。だから僕もね、ちょっとは、ってクエスチョンマークがあるにはあったんですよ、1% ぐらい。そしたらまたね、そこにね、追い打ちをかけてくるんですよ。あのいろんな情報が。でね、あのアメリカ、すでにね、さっき言ったでしょ、この距離に、つまりあと2年か3年で地球にぶつかるような天体はすでにアメリカ航空宇宙局によって見つけられて追跡されてるはずなんです。あの岡山にもあるんですよ、そういう追跡するスペースデブリって言って、あの宇宙空間をゴミのように飛んでるやつ、危ないでしょやっぱり。それを日本でも一応観測してるんですよ。それが岡山にあるの、岡山の県北の山の中に。岡山はあの晴天率が日本で一番いいから、あの必ず夜も見ることできるでしょ。だからね、あの必ず NASA アメリカ航空宇宙局ぐらいであれば絶対にもう見つけて、補足してて、軌道計算も終わってて、これがこの2025年8月何日に、ね、フィリピン沖にぶつかるってもう知ってるわけですよ。もちろんそれは言いませんよ。今そんなこと言ったらもう大パニックですよ。戦争で暴動が起きますよ、フィリピンでもどこでも。だから絶対に公表できないけれども、いざとなった時に、なんか突然なんかこうなっただったらもっと危ないでしょ。だからある程度前には公表しなきゃいけない。で公表した時にパニックになったらコントロールが効かないから、脱出させようにも、あるいは避難させようにもうまくいかない、ね、だったらアメリカ航空宇宙局はどうします？常識的に秘密にはします。秘密にはするけれども、各国のこの、ね、太平洋沿岸諸国のそういう航空宇宙関係の政府系の部署に秘密裏に連絡して、ね、2025年つまりあと2年ぐらいで、その国々の国民の皆さんの心の準備をさせろというぐらい。でもはっきりは言えないわけですよ。なんかが天体が激突してこうなるよっていうことは具体的にはまだ言えないけれども、そうなった時に慌てないで、国がこうしてください、ああしてくださいってことを冷静に聞いて、みんながその通りに動けるように素地を作り始めとかなきゃいけないでしょ、常識で考えても。僕だってそうしますよ。そしたらね、去年の春ぐらいに NASA から来たんですよ、そういう通知が。ただし正直には書けないからね、ごまかすわけですよ。どうごまかしてきたか、ね、2年後にアメリカは、ね、NASA はアメリカ航空宇宙局はこれまでアメリカ政府および NASA アメリカ航空宇宙局が宇宙人と
どのようなコンタクトを取ってきたかを公表する。それが突然世界中の人がそれを知ったらパニックになるから、今のうちに徐々にそういう宇宙人がひょっとしたらいて、いろんな関与を今までしてきた可能性があるんだよということを、それぞれの国で少しずつ国民に知らしめておけという通達が回ってきたんです、ね、こんなのねスッと出てきませんよ外には。でもねやっぱりね日頃の人徳ですよもうそういうのを見た内部の人がね、おおもろい、あ、安井に教えたら喜ぶぞこれあいつはもう一生かけて宇宙人の研究してきた男だからっていうんで教えてくれて即。だから僕も最初それ信じてたんですよ。ああやっとこれでアメリカも、ね、宇宙人と今までどういうコンタクトしてたのか公表する気になったんだと。だから2年後には、ね、宇宙人の正体も皆さんにアナウンスしてもらえるんだ、ひょっとして宇宙人も見せてくれるのかもしれない、宇宙人も降りてくるのかもしれないと思ってたんですよ去年の春は。でもね、この3つを総合して僕が思うにね、できすぎてるなと、ね、宇宙人とは NASA がこれまでどういうコンタクトを取ってきたかっていうことを2年後に今公表しろよと、別に2年後にもったいぶるなと。しかもそのために準備、みんなさんがねそれ聞いたらパニックになるから、そうならないでしょ。あ、まあどうせあいつらのことだから、今まで宇宙人と手組んでいろんな発明も宇宙人から教えてもらったに違いないと、大体見当つけてる人もそうね、少ないわけじゃないのよ。だからこれなんかね、なんか違うなと。で僕がふっと朝起き抜けに気づいたのがね、これだと。ね、あと2年後に NASA はこいつが地球にぶつかって太平洋のフィリピン沖にぶつかるよと、その時の、ね、衝撃の度合いも全部計算できてるわけですよ。その時にどのぐらいの津波がその環太平洋諸国に押し寄せてくる。